中国、普通、中国でもそこまで言わないんですけど、普通ここで中国だったら、その時は日本は痛い目に遭うとか、その時は日本は後悔するであろうぐらいって言うのかと思ったら、中国っていうのはもしも台湾海峡に中国が進出して、その時に日本がもしも、海上自衛隊とか妨害した時は、最初から最後まで核ミサイルを撃ち込みまくってやるって言っちゃってるんですよね。これ、ここまで普通言わないんで、で、この瞬間ですね、この嗜福神事の予言がですね、大きく成就することになってるんですよ。ですから、この、ダニエルの予言とか、ミハの予言とか、嗜福神事の予言とものすごくリンクしちゃってるんですよ。で、大きな意味で言えば、お釈迦様の予言ですね。文明っていうのは、西方、造法、魔法、そして最魔法の時に文明自体が、まあ、自滅して消滅して、天変地異とか、あと自滅して戦争とかいろんなことが起こって、金とかいろんなことが起こって、終わって次の文明が生まれると。そして新しい如来が生まれて、まあ皆さんはその元で政府を作ると。そしてその文明も政府が広まっている時代がいいんですけど、また造法になるといろんな宗派ができてきて、そして魔法になるとその宗派の中でまた暴虐宗教とか、また一気な教えができてきて、そして最末法の時代には滅亡すると。で、その前にまた最末法の如来が、今度は皆さんが最末法の如来が出てきて、皆さんが生まれ変わった世間の西方の如来の第五の教えと、造法の如来の教えをミックスして新しい法華経を作って、また次の文明が始まるっていう。これがお釈迦様の言ってる文明のサイクルですね。一つの文明は西方、造法、末法、最末法になるっていう。で、これに合わせてその、この文明をどういう終わり方するかっていうと、まあ、ダニエルとかミカっていうのは、まあ、西方、ちょうどお釈迦様が生まれた時代に出てきて、ここから西方が始まるっていうのをちゃんとタイミング知ってるんですね。まあ、その時代に出てきて、この末法の時代どうなるかっていうのを、予言しましたと。そして、第一の獣が、ネブカリネザル王。そして、第二の獣がキュロス王。そして、第三の獣が、アレキサンダー大王で、この三人の王っていうのは王国の王様で、そして、ユダヤ人を、まあ、支配したり、あるいは領地に返してくれたけど、それは単にエジプトに対抗するために利用して領地に返してやった。あと、アレキサンダー大王も、そんなにユダヤ人を弾圧することはなかったんですけど、まあ、ユダヤは当時、彼の藩の中に入ってしまいましたと。じゃあ、第四の獣って何かっていうと、それは最後のこの末法の時代に出てくる獣であって、第四の獣の王国っていうのは、それまでの獣の王国とは違うっていうんですよ。で、ダニエルよりこれは決して人には話しちゃいけないって言ってるんですけど、まあ、それが広がるんですね。皆さんにも私がいっぱい話しちゃってるんですけど、まあ、第四の王国ってじゃあ何かっていうと、それまでの王国とは全く違うっていうと、まあ、今普通の人間目線でまず見ると、それはもしかしたら、共産主義の習近平の王国かもしれませんよね。あるいは、これまでの、アレキサンダーやキュロス王やネブカレネザルの王国とは違った王国っていうのは、まあ、ロスサイドがロックフェラーを使って作った、200年前に作った金融王国かもしれないですね。まあ、この2つの王国がそれまでになかった王国ですよね。で、実際にはこのアメリカやヨーロッパ、さらには中国、その裏にいて、金融システムでロスサイド王国は世界を支配していますと。もう任天堂をすれば紙をお札になって、それを各国政府が国債で買いますと。そしてそれが償還するごとに、皆さんの税金がそこにくっついて、金利になって、ロスした時に、現金として入っていきますと。ですから、すればするほど紙がお札になって、しかも金利がついて戻ってくると。この仕組みを FRB っていう組織を作って、アメリカにも作りましょう。で、FRB を作ったロスした、ロックフェラー家の帳簿も、ロスした時が管理してるっていうのは、ネルソン・ロックフェラーがいましたね。3代目の、ロックフェラー兄弟の、2番目のネルソン・ロックフェラーがそれで言いますね。うちのロックフェラー家の帳簿はあのロスサイドに管理されてるんで、結局うちはロスサイドに子会社なんだよって言ってますね。まあ、ここもロックフェラー家っていうのは、石油産業で、それで石油を使った薬とか作って売って、薬品産業とか、あと石油産業とか、まあ、そこを中心にしてあらゆる、産業はロックフェラー家が、まあ、現在支配してると。で、その、世界の、石油による道路の支配構造を支配しているのはロスサイド家であって、まあ、結局ロスサイド家は全ての収益をもらっていると。で、戦争が起こるたびに、武器商人とか武器のメーカーが儲かってその金も捨てとると。それで世界の各会社の、まあ、ロスサイドロックフェラー家もそうですけど、大株主になって、欧米っていうのは莫大な
アグロス劇団でそのお金もらって、さらにいろんなところとしても地球はロシアの話をしていると。これがもしかしたら第2年の言った第4の今までない方向かもしれないし、それで面白いのは、その第4の王国の条件として、最初に、まあ、10人の王様がその下に集まる。第4の王国の王様の下に、10人の王様たちが集まって、10カ国になると。だけど、そのうち3つは、抜けて、11番目に来たものは、その王国を壊す獣なんだっていう。これをロスサイドに当てはめると、G7 っていうのがありますよね。G7。ですから、お金で支配した、ロスサイドのもとに世界各国の大蔵大臣が7人集まりましたと、日本も含めてですね、先進国。そしてそこに3つ実は集まったんですよ。メキシコとかブラジルとか3つ入って、それで11番目に中国が来たら、この3つがなぜか抜けて、今中国も抜けて、そして G7 の今、状態なんですよ。これがちょうどですね、10個王様が集まってきて3つ、11番目になると3つ抜けて、そしてこの11番目の習近平がもしかしたら第4の獣かもしれず、彼は、面白いんですけど、その獣ってのは2期半、この世界を支配するんですよ。で、ちょうどこの、今年、来年の3月かな、最後の3月で2期終わるんで、ちょうどですね、2期終わって、残りの5年なんですよ。ですから、もしかしたら、残りの5年のうちの3年半、この獣が世界を支配するんですよ。その第4の王国、ロシア領を壊して、最後の3年半、第4の権を習近平が、まあ、もしも習近平が、ロシア領が第4の王国で、習近平が11番目に逆なものであれば、習近平が2期半この世界を支配するということは、この残りの5年の周期ですね、まあ、2022年の3月から5年間のうちの残りの3年半を、世界を支配するところなんですよ。ちょうどこれって、もしかしたらこれから、まあ、オリンピックが終わった後に台湾に進出してきて、そこに日本が出ていくと、日本に対して、バイデン大統領は、もしも自分のアメリカは先制核攻撃を相手国に対しては絶対しないって言ってるんですよ。先制核攻撃、つまり相手が自分の国やアメリカって国や自分の、基地に核ミサイルを撃ってこない限り、それに対して核攻撃はしないって言ってるんですよ。これは逆に言うと、中国がいきなり日本の核、東京、大阪、名古屋、福岡、首都圏に核ミサイルを撃ってきた場合、それを宣言したわけですね。核ミサイル打ち込みまくってやると、日本に撃ってきた場合、もしも米軍基地とかに撃たなければ、あとグアムとかウェイクとかサイパンとか、あとアメリカ本土に撃たなければ、その核に対してはアメリカは応戦しないんですよ。ですからアメリカに対して核を攻撃しないということは先制核もできないわけだから、それをですね、7月に日本政府に公文書を持って確認させたんですよ。わざわざそれを。だからそれって逆に考えると、中国がもしもいきなり核攻撃を日本の首都圏にした場合は、アメリカは先制核攻撃とみなさないで、日本も助けないし、核も準備を打たないと。日本だけ死んでくださいっていう。これをもしかしたら中国に対してメッセージとして送ったとも取れるんですよ。これ謀略ですよね。ですから裏で繋がってるんですよ。今、なんか表向き、昨日も出てましたね、日本とインドとオーストラリアと、中国、アメリカで組んで中国包囲してるなんて言ってるけど、実際には今アメリカとかって中国にものすごい量の物資とか、小麦とか大豆とか、トウモロコシを輸出していて、中国は戦略的な備蓄って、さらに日経とか、マンガンとかも戦略物資、石油とかすごい輸入してるんです、世界から。しかもアメリカからもすごい輸入してるんですよ。でアメリカって日本にですね、小麦とか輸入しないで中国に輸入しちゃってるんですよ。で、日本のお蕎麦の値段が上がるんですよ。それ新聞に出てましたね。ですからこれ、日本を無視して中国にガンガン輸入してて、表向きこんな軍事同盟みたいなの組んでるんですけど、完全にこれ裏で繋がってますね。これ謀略ですね。ですから日本ってどんどん追い詰められてて、さらにすごいタイミングで、今年 TPP の議長国が日本っていう時に、中国がいきなり TPP って入ると、なんで突然この時期に日本が議長国の時に TPP に入って中国が行ってきたかと思ったら、当然そうしたら台湾も TPP に入るって言ってきて、そうしたら麻生が何言ったかと思うと、ディープステートの日本の報道官の麻生が何言ったかと思うと、まあ当然台湾の方がいいだろうって言い始めると。こうなっていると、どんどん日本と中国が対立して、逆に中国が日本を攻撃する機会とか世論、まさに世論戦ですね。法律戦、法律戦、世論戦、
あと、心理戦、これが三原則で敵を潰す効率、世論、心理っていう、まさに、なんか公文書を見つけたり、条約を結ばせて法律戦、そして世論的にどん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 中国と日本が対立するようにして、そして、あと心理戦、中国と日本が戦うっていうこの世論を強めて、そして次に武市総理大臣が亡くなったら、日本のですね、軍事力をアップさせると。で、この時に、もしも、武市さんが、中距離ミサイルですね、中距離ミサイルってのは大体5000キロ飛ぶんですよ。5500キロぐらい飛ぶんですよ。そうすると、日本からですね、上海とか北京はもちろん、四川とか中国全土をこう撃てるんですよ。今の日本のミサイルって100キロちょっとしか飛ばなくて、今石垣島と、宮古と与那国と沖縄本島のうるま市、あと、もう一個は奄美諸島にあるんですよ。仙南地区を守るために。だけどそこに配備されてるミサイルって100キロちょっとしか飛ばないから、石垣島のミサイルって台北まで飛ばないから台北守れないんですよ、うん、もうだから100キロちょっとしか飛ばないミサイルだと、中国 のミサイルが長距離ミサイルも含めて中距離ミサイルで5500キロ飛ぶわけだから、日本のミサイルが100キロちょっとしか飛ばない、5500キロ飛ぶから日本を攻撃できるのに、こっちのミサイルが100キロちょっとしか飛ばないと何の役にも立たないっていう、こういう状況なんですよ。ですから私がちょっと前に出した動画で敵地攻撃能力がどうとかこうとか言ってること自体がおかしいっていう動画出しましたよね。あと憲法9条がどうとかこうのかなって言ってる、こと自体がおかしいんで、なんで自分の国を守ることもできないのに、守ろうとすると守っちゃダメだっていう派閥ができてると。まあそれは中国派閥ですよね。だからもうこんな風に 100% 終わる原因はこれだよねっていうのを、動画でちょっと前に出しましたけど、こんな状況なんですよ。ですから刀を持って日本人は刀を持ったら、その刀っていうのは刃が3センチしかないと、3センチの刀ならどうやったって、槍には勝てない。こんな状況ですね。槍どころか向こうは弓持ってるんですよ。ですから、ね、100メーターぐらい遠くからの弓を打てるとか、鉄砲だったらもう今、2キロぐらい先からね、スナイパーが相手を打てるような、それに対して3センチしかない刃で戦うような、昔の日本こうだったじゃないですか。竹槍で B25 落とせとかさ、こういうの日本好きじゃない。いやもう精神論で勝てるとかさ、もう日本ってだからバブルになっちゃってるよ、本当に。こういう状況なんですよ。だからこういう状況だからこそ中国って台湾に出てこれるんで、ただアメリカに、日本には米軍の基地があるんで、ここにはもう、まあ、第一線のですね、ミサイルも入っちゃった。1960年代っていうのは、実は日本には1200発のソ連があったんで、1200発の後、毛沢東の中国もあったんで、1200発の核が保管されていて、核発射基地もあったっていうのは、これも有名な話で NHK も特集してますね。ですけど、70年代に入ってバレバレになってきたところ、アメリカ、日本が、沖縄が日本に返還されるようになって、この基地全部撤去したんですよ。ですから、高市さんが総理大臣になると、まあ、中距離ミサイルなんか備えようとすると、中距離ミサイルの方に備えられちゃうと台湾進出も絶対できなくなるから、その前に多分習近平って叩いてくると思うんですよ。そうするとちょうど失福神社の予言で、日本の各都市に、火の雨が降ってくると。そして失福神社の予言って面白いことに、その時には日本に生まれ変わってる神々も日本から外には出れないだろうって書いてあったんで、なんでこんな出れないのって書いてあったのかな、これおかしいなとか、これ子供向けの本かなと思ったら、実は本当に出れない状況ですね。で、その出れない状況の時にミサイルが降ってきそうなんで、まさにこの数年が危ないんじゃないかっていう。で、そのきっかけになるのは日本が、バイデンの、言う通りに、軍事力をアップさせると。まさにぴったりなんか張ってきちゃっててっていう。だからこれで失神の予言と、ダニエルスの第二の獣が、習近平になればぴったりなんですよ。まあこれで習近平がですね、この2年ぐらいで、まあ日本も倒して、そしてなんで台湾狙ってるかって言ったら、台湾を取っちゃうと太平洋に中国って出れるんで、もう太平洋出れたら多分もうすぐに、中国って、ハワイまで取れちゃうんで、太平洋の半分中国のものになっちゃうんですよ。これ狙ってるんで、だから邪魔なんですよ。台湾とあと日本列島が。厳しいという意味は、その後、さらに、日本の、今、天変地異とかあって、最終的には、
もうこれで終わっただろうって安心してる時に、富士山が、人工噴火兵器で爆破されて、そして真っ二つに日本が割れちゃうっていう、ここまで予言してるんですよ。で、その頃には日本は3分の1の人口になるだろうって書いてありますね。はい。で、これがもしも習近平が第二のケダモンだった時に考えられる、この旧約聖書のダニエル書と、あと、出エジプト記を合わせた一番最も怖い内容を、想定するとこういうのがありますね。太陽の黙示録っていう漫画があるんですけど、それで富士山がなんか爆発すると日本列島が割れて、なんか、西日本と東日本に分かれちゃって、東日本は中国が支配して、西日本はなんかアメリカが支配するっていうなんか漫画があるんで、まあ、ちょっと参考に読むといいかもしれませんね。そういう世界がもしかしたら本当に来るかもしれませんね。はい。そうすると中国が一時期ですね、最後の3年半ですから、これから今2022、まあ、2年、3年、まあ、2024年、5年、6年ぐらいは、習近平の中国が、世界と太平洋半分ぐらい、あとアメリカにも進出して、さらにはヨーロッパも進出して、まあ、あと一帯一路の地域ですね、アラブとかアフリカとかも進出して、ここにデジタル人民元を採用しちゃうと、ロスサイドを叩きするというのはデジタル人民元世界ができてきて、かつてロスサイドの第四帝国は習近平に叩き潰されてしまうということになりますね。そして習近平が、3年半支配して、その習近平の王国には長老がいるんですよ。長老が、この長老たちがあまりにも習近平の